からね、ちょっとあんまり笑い話にならないエピソードなんだけど、二次会に30分だけでもいかがですかって言ったら、いいですよっておっしゃっていただいて、その会は小1時間で、ありがとうございましたって下までお見送りして、あれしたんだけど、で、翌日、ちょっと気になったことがあったんで、というのは、店のオーナーが、まあ私も親しいんだけども、多分スタッフから安倍総理が見えるらしいっていうことで聞いてたんでしょう。突然その個室に入ってきて、呼んでもないのに。私もびっくりしたんだけれども、こっちも人間があるから仕方ないんで、まあじゃあどうぞ座ってくださいって、店のオーナーの何々さんですってやったんですけど、気になったんで次の日、SP 何やってたのってスタッフに聞いたんです。聞かれたスタッフは何も事情分かってないんで、水を飲まれながら僕らと楽しく話してましたって。その店ね、エレベーター入って向こう向きにカウンターがあるんで、エレベーターに背中向けて座ってるわけさ。で、しかもそれで楽しくね、スタッフと話してたってね。いや、日本の SP、まあちょっと緊張感なさすぎじゃないって。まあ私その時その勝手に店の人間オーナー入ってきたんで、なんだと思ったんだけど、なんかね、って感じですね、このまま。